まあ普通に生きれるぐらいは、まあ、まあレシピ見ながらだけどね、ここパッとあるから、あ、なるとまあ、まあ、それがレシピですか。そうですよね。言うよね、うん、だ料理する人絶対レシピ見ますもん、うん、いやだってあれだけレシピが大事って言ってたのに聞いてましたか。いいんですね、何が生まれてもいいんです。ローテンされた間、え、これじゃあ3人で作っていくんですか。やばいやばいやばい、3つ集まればなんとかなるわかんない。一人ずつ一品ずつですか。グラタンいいな。茹でて混ぜて、グラタン簡単だよ。グラタンの元はある。初めて知ったんだけど、グラタンの元そのものはグラタンはチンするよね。グラタンチンする、あーもうね、のっけてチンね。そうあるもんのっけてチンだけグラタンです。短っ短っ、無理じゃないですか。30分はい、じゃあ急ごう。はい、ハサミだ。もう、まずこれは 100% じゃないですか。もうこれ 100%、 これ言えばもう間違いない。これ 90% 完成というものですからね。ちょっととりあえず茹でますわ。でもこれに水を入れて、まずは沸騰させるところから始まります。ドゥンドゥン、もうガンガン温め、マックスで温めます。じゃがいもと何が入ってるんだろう。玉ねぎと、まあトマトも入れていいんじゃないですかね。なあ、具材はお好みでって感じだから、うん、そっち、え、これ入ってたかな、こっちか、こっちじゃない、ベーコンじゃない、これ入れちゃいます。あ、いい感じですね、色味もちょうど。これを入れます。うわいい感じです。もうこれで成功確率です。とりあえずじゃがいもも茹でます。一緒に茹でるのか、あとでね、あとでちゃんと分けます。他にやることある。キノコでしょ、キノコって茹でるの。キノコは焼く、キノコは焼く。もういい焦げ目です。これでもいらない気がする。シンプルでいきましょう、もこれは。となると玉ねぎを入れた方がいいくなるのかな。玉ねぎを入れることにしよう。だからまずは半分に切ります。高っ。じゃがいも硬いです、まだ全然硬い。
じゃがいもってかぶってもいいんだ。ここでね、引き上げゴーン。おいしそう。あと何分でした？やばい、あと5分半です。終わった。臭いよ。終わった。臭い。大体こんな。これを半分。なんか色が違う、真ん中だけ。なにこれ。なんだろう、茹でられてないってこと。お知らせますね。そうですね、で今盛り付けなので、最後の最後の最後の。完成ですよ。グラタンの完成でーす。アップガン。ゼロ点です。嘘。厳しすぎませんか。完成してないし、あれ。そうなんだ。そう、これが乗っただけだし、ね。料理をした後にこれが残るのかが分からない。これ何？これ何？何？食べ？二人分のだったら二人分お皿用意して入れなよ。じゃあもう時間がなかったなって思ったの。あったじゃん30分も。なかったよ。もう最後の最後の何秒かで。しかもこれ何？それもやる時間なかった。2個切る時間なかったから。やばい、超面白い。そういう感じです。1人目がこんな感じでいいんですか。うん、おいしい。しょっぱい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで以上、アップアップガールズかっこかりでした。